イメラジオ第1168回、今日は平成30年3月30日金曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、金曜日の午後1時、春の日が眩しいですね。マンション前の森、桜が咲き誇り、そして緑が芽吹いてきました。1ヶ月ぐらいまで冬枯れみたいなあの森が、こんなに緑豊かな場所へと変わるんですね。時の力、季節の力は偉大です。明るい春の横浜港北、見ながらの放送です。1168回目、今回は朝鮮銀行の歴史取り上げます。朝鮮銀行の歴史、朝鮮半島には日本人が出ていくまで銀行はなく、この朝鮮銀行というのも日韓併合ですね。1910年、日韓併合の前後に設立されました。韓国銀行と言ったりしていますが、その後、日本統治下において朝鮮銀行、ちょうど日本で日本銀行、台湾で台湾銀行、朝鮮で朝鮮銀行。戦前戦中、非常に大きな影響力を持った銀行です。特に台湾と違って、朝鮮半島は人口も多かった。そして日本人がてこ入れする気合もすごかったのでね、朝鮮半島には日本人もすごい気合でてこ入れしましたから、この朝鮮銀行、朝銀と呼んでおきましょうか。ただ朝銀って呼ぶと、戦後の破綻した朝銀と一緒にされそうで嫌なんですけど、もうここまでお話しして、リスナーの皆さんは戦前戦中の朝鮮銀行のことだ、朝銀、そう思ってください。戦後の朝銀ではありません。日銀は発券銀行でしたが、台湾銀行、そして朝銀も発券銀行、つまり円を発券できたんですよ。そしてその円は日本銀行の円、朝銀の円、台湾銀行の円、すべて、交換可能、打艦だったわけですね、ある意味では。つまり朝銀にあまり信頼性がなくても、その裏付けは日銀でした。だって朝銀の紙幣を1円持っていけば、日銀の紙幣1円と変えてくれる。打艦は言い過ぎですか。でも一般的に打艦といえば、通貨の裏付けに金があるっていうのを打艦と言いますから、ちょっと訂正しましょうか。とはいえ、日銀のバックにあるというのは、当時も、いや、そして今も、今はもう、その円を発行する銀行は日銀しかありませんが、その日銀が、あるいは日本という国の信用がバックにあるというのは、当時も今も大きな力を発揮し、ですから朝銀が発行する1円というものも崩れしないんですね。インフレにならないというか。ただし、そんなことをするんだったら、何も朝銀という独立した銀行を作らずに、日銀のソウル支店を開いて、
そして日銀が発行した円を日銀券として朝鮮半島にも流通させればいいじゃないか。素直にこう思いませんか？どっちみち台湾銀行1円、朝鮮銀行1円、日本銀行1円って交換可能なんだったら、もう全部円の通貨圏にして、台湾でも日銀の1円、日本国内はもちろん日銀の1円、そして朝鮮半島でも日銀の1円、つまり朝銀必要ない、台湾銀行必要ない。ただしそうはせず、お互いに交換可能とはしながらも、朝鮮銀行、台湾銀行を独立して設立し、そしてそこに通貨の裏付けが必要だからという点で、日銀のバッグをペタッと貼り付けたというのは、もしです、植民地経営がうまくいかなくなった、あるいは植民地で内乱が起きた、あるいは植民地で独立運動が起きた、そのような時に日本の、日銀券と切り離すことができるようにという、そういう思惑だったわけです。つまり本当に通貨券を円、日銀の発行する円で統一してしまうと、それ全体が一つの経済圏になりますので、植民地経営が失敗したり、内乱が起きたり、植民地でね、そういうことがあった時、日本経済に与えるダメージが大きい、その時に切り離せるようにという、そういう思惑があったから、これはこれでリスク管理としては正しいでしょう。いずれにせよ、長銀発券銀行として大きな影響力を持ち、そして日本の影響力というのは、その日韓併合からどんどん満州へ、そして北支へと広がっていきましたね。10年代、20年代、30年代となるにつれ、そしてそのような北支において、関東軍ですね、主に。関東軍が展開するためには莫大な戦費が必要であり、その莫大な戦費を賄うのに、朝鮮銀行が役割を果たした。発券銀行なわけですから、お札が刷れる。そしてその刷ったお札を関東軍に流す。そして関東軍がそのお金で軍事行動をする。高橋是清なんかは、このような長銀の発券、これが関東軍の暴走につながっていると鋭く見抜いて、まあ鋭くっていうか、まともな目があれば誰でも分かりますよ、銀行マン。ですから長銀から発券機能を取り上げよう。226事件で殺されましたね、高橋是清さん。だから226事件が起きなくても、何らかの形で高橋さんはもう軍部から狙われていたでしょう。特に帝国陸軍から。つまり帝国陸軍にとってのお金の、ね、出どころである長銀、この発券機能を取り上げられたら、関東軍はもう日本国内の予算の中でしか動けない。そうすると満州すら防衛できるかどうかも危うい。つまり満州国の建国だけでなく、その後の熱河作戦とか、あるいは支那事変、そして中国大陸にどんどん関東軍が進出していけたのは、その背後に経済の裏付けがあったからであり、その経済の裏付けは長銀が実行していた。しかも長銀とて、あんまりお金をすりすぎるとインフレになってしまい、そしてさっき言ったように、日銀券との交換が保証されていましたから、長銀がインフレを起こすと、それは日本銀行、そして日本経済にもインフレが起きる。どこかでやめねばなりません。なんと関東軍が北支に進出していく時、中国連合準備銀行、こんな銀行を作ったんですね。中国連合準備銀行、
もうこの中国連合準備銀行、中国連銀と呼んでおきますが、の実態は定かにはつかめません。資料がないんですよ、もう。ただ、うっすらわかるところをつなぎ合わせていくと、この中国連銀というのは、関東軍、あるいは日本の傀儡銀行で、この中国連銀も中国連銀券というお札を発行していた。そしてこの中国連銀券というお札は、朝鮮銀行と交換ができるようになっていた。つまり、朝鮮銀行の背後には日本銀行あったわけで、日銀券の裏付けを担保として朝鮮銀行券、そしてその朝鮮銀行の裏付けを担保として、中国連銀券、この傀儡銀行を作って、そして中国連銀券を猛烈に印刷して刷ったんですね。そしてばらまいたと。そしてこの中国連銀券でないと、例えば米とか小麦とか野菜、あるいは石油石炭、このような必要物資が買えないようにした。中国連銀券を持って、要するに流通させたわけ、買ったわけですよ。そしてその中国連銀券でないとアヘンも買えないようにした。ここ大事ですね。この夢ラジオで、これまで様々な日本の特務機関が中国大陸でアヘンを作って売っていたと申しましたが、その売る時のお金はこの中国連銀で売ってたわけなんですね。あ、っていうか、中国連銀を持ってこないと買えないようにしてたんですよ。そのようにして中国連銀を中国の中に流通させ、そしてその中国連銀がどんどんお金を吸って関東軍にも渡し、そして関東軍がそれを軍事費として当てていた。しかも本当は裏付けがあったはずの朝鮮銀行との交換なんですけど、事実上はできないようにしていたんですね。つまり、長銀の信用の裏付けがあるよという、そういう謳い文句で発行される中国連銀券でも、実質長銀の方ではその交換を拒否できる。当然で、中国連銀券を大幅に刷って関東軍の軍事費に当てようとしているわけで、それをそっくりそのまま保証していたら、朝鮮銀行、ひいては日本銀行の紙幣が紙くずになります。つまり、インフレはが起きるのは目に見えていましたが、だって関東軍の軍備がどんどん拡大しているのだから。けれど、そのインフレが中国連銀だけでとどまるようにして、長銀には及ばず、もちろん日銀にも及ばない。預け合いという制度でした。つまり、長銀と中国連合銀行、これが預け合いをするんだけど、中国連合銀行の方では長銀に預けた自分の資産を下ろせない。このようにして、ものすごいお金を中国連合銀行は発行し、それが関東軍によって使われ、あれほどの地域を曲がりなりにも支配した。一瞬ではあれ、中国大陸など日本の力で収めることはできません。日本の国家予算だけでは無理です。日本の国家予算の数倍にもかかるようなお金、どこから出てきたのか。アヘン売買ももちろんそれに原因になりました。その戦費調達の原因になりましたが、それより何より通貨を新しく発行して流通させ、そしてその通貨で軍備を調達した。やがてはインフレーションになる。なりましたね。ですから、北視で、
ものすごいインフレ、つまり中国連銀券をいくら持っていっても何にも買えないような紙くずに最終的にはなりました。そして中国連銀券でしか生活物資が買えないということで、その中国連銀券を持っていた中国人たちはもう途端の苦しみ。南京大虐殺みたいな嘘っぱちについて謝罪するんじゃなくて、南京大虐殺で出てくるあの写真は全部捏造写真ですね。しかも中国人が加害者の捏造写真じゃないですか、あれ。あの殺し方も全部中国風でしょう。ああいうのに謝罪するんじゃなくて、もし今日本人が歴史と向き合い、そして過去の反省をするぞと言って中国人に頭下げるとするなら、麻薬を広めて中国人の健康を蝕んで済まなかったとか、あるいはこのようなハイパーインフレーションを起こして済まなかったとか、ここでしょうね、本当に真摯に謝るべきものあるとしたら。むちゃくちゃしたんですよ、これはこれで日本軍は中国大陸でお金を紙くずにして、アヘンを人々に蔓延させて、そして自分たちの軍備を賄った。日本はもう国家予算の7割とか、大東亜戦争中には9割ぐらいも軍備に回しましたが、それでも中国大陸なんかとても収めるような予算ではなかった。ではなんで終戦までそれが可能であったのか、このような経済のからくりあったんですね。そしてさっきから北支においては張銀と中国連銀との預け合いの話をしましたが、中支においても横浜正金銀行とちょび銀行ってあったんですね。そのちょび銀券っていうのを預け合いにして、そして戦費調達が行われた。当然中支においてもちょび銀券というのは紙くずに最終的になりました。ですから支那事変以降、日本が中国大陸でどれほどの経済損害を人々に与えたかは、今のお金にすればもう天文学的な数字になるでしょうね。何百兆、何千兆ぐらいになるんじゃないでしょうか。何度も言いますが、もし歴史に向き合い、中国人に対して日本人が真摯に反省しようとするんなら、こういうことを反省し、謝罪の言葉も口にするべきでしょう。朝鮮銀行、結局日本の敗北によって朝鮮半島も日本ではなくなり、その張銀が持っていた資産は没収され、張銀の日本国内にあった資産、これを集めて日債銀って覚えてらっしゃる方いらっし、覚えてらっし、覚えてる方いらっしゃるでしょうか。日本債券銀行、日債銀ってね、あったんですよ、政府系の銀行が。日債銀に代わり、日債銀がね、張銀とともに90年代のバブルによって破綻し、バブル崩壊によって破綻し、で今青空銀行になってますね、九段にある青空銀行で、日比谷にある新生銀行、あれが長銀ですね、かつての。だから九段の青空銀行がかつての長銀で、そしてそのかつての長銀が、支那事変以降中国大陸でやったことはえげつないの一言でつきます。ちなみに今ソウル歩いてると、どこだったかな、百貨店の近くですね、百貨店、何百貨店でしたっけ、百貨店の近くにね、大きな百貨店の、
ロッテ百貨店ではないんですよ。その今貨幣博物館っていうのがソウルの街にあって、でその今ソウルの街にある百貨店のそばの貨幣博物館が、あれがね、かつての長銀の社屋だったんですよ。石造りの重厚な、今は博物館になっていて、中央銀行の仕組みとはとか、そういうのが分かるような。そしてさっきも話しましたが、その韓国銀行と今ソウルでは呼んでいて、韓国銀行は1911年に発足しましたみたいな、設立したのが日本人とか一言も書いてないですね。夢ラジオ第1168回、今回は朝鮮銀行の歴史取り上げました。ご視聴ありがとうございました。